内外輸送株式会社は、神奈川県横浜市鶴見区大国町に本社を置き、危険物の保管、輸送及びマンション賃貸などを営む日本の企業である。旧社名は、アルコール輸送株式会社。会場コンテナリース会社のイグジフ社から社名入りで借り受けている、20フィート型タンクコンテナ。福岡県博多港国際ターミナルにて、2008年4月5日。 撮影。内外輸送は日本政府による命令を受けてアルコールの流通体制を確立するために発足したアルコール輸送を前進とした企業である。戦前の日本では石油の入手が困難になることが懸念され、日本政府は液体燃料の自給を目的として1937年にアルコール専売法を1938年に 気発意及びアルコール混用法を施行した。これらの法律によりアルコールの製造が本州から九州に分布し、アルコールの輸送と保管の業務が必要となった。そこで、アルコールの流通管理体制の確立のため大畑鉄、スケラの協力などにより1938年、アルコール輸送株式会社を設立した。戦後、広く内外に発展するようにという意味と期待を、 米現在の称号である内外輸送株式会社に解消する。現在では工業用アルコール、種類原料用アルコールに加え、石油化学製品、液体毒物劇物、高圧ガスの保管、輸送やニス型変更、かつての営業所跡地を利用したテナントビルマンション、駐車場の太陽といった事業を営んでいる。二千六年にはサンラックスと業務提携し、 ビジネスパートナーとなっている。多千7250系貨車内外輸送は、アルコール輸送時代からアルコールをはじめとした、化学製品の輸送を目的として60年以上に、渡って、鉄道を活用しており、かつては、鉄道用のタンク貨車やコンテナを複数保有していた。所有していた、他社コンテナの内主なものは、以下の通り、名古屋地区では、サンラックスが拠点となっている。 この他にも、アルコール製造工場や鉄道沿線を中心に、事業拠点が存在していたが、鉄道輸送の廃止に伴い消滅している。ありがとうございます。